レッチェはイタリア共和国、プッリャ州南東部の都市で、その周辺地域を含む人口約9万5千人の基礎自治体、レッチェ県の県都である、サレント半島の内陸にある主要都市で古代イギリシャ時代以来2000年以上の歴史を持つ、バロック様式の建築が市内に多いことから、南イタリアのフィレンツェとも呼ばれる、標準イタリア語以外の言語では以下の名を持つ、 レッチェ県北部に位置する。レッチェの市街は、アドリア海から約 20km 内陸にあり、ブリンディジの南南東約 37km、ターラントの東約 80km、州都バーリの南東約 140km に位置する。自治体としてのレッチェは、都市の周辺地域を含み、アドリア海に面する。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り、括弧内の BR は、 ブリンディ事件所属を示す。ギリシャの記録によると、クレタ出身とされているメッサピ人が死の基礎を作った。伝説によると、レッチェはシバルと呼ばれ、メッサピ人によって作られ、トロや戦争時代から存在したという。後にイアピゲ人に占領され、紀元前3世紀には古代ローマに征服され、その名をルピアへと改名した。紀元2世紀のハドリアヌス帝時代。 市は3キロメートル北東へ移動し、なお、リケア、または、リテウムとされた。レッチェには、劇場、円形闘技場があり、ハドリアヌス港と繋がっていた。地元で、サントロンツォと呼ばれる、レッチェのオロンティウスは、死初代のキリスト教師教を務めたとされ、レッチェの守護聖人となっている。西ローマ帝国滅亡後、レッチェは、東五島トをートティラにゴート戦争の最中略奪を、 受けた。549年に東ローマ帝国に占領され、5世紀にわたって支配を受けた。その間、サラセン人、ロンゴバルド族、マジャール人、スラブ人の事実上の征服を数回に分けて受けた。11世紀のノルマン征服後レッチは貿易の用地となり、その後の法園シュタウフェン家支配、アンジュ家支配時代に繁栄した。レッチ公広告は、 1053年から1463年にかけてシチリア王国の最大かつ重要な報道の一つであった。その後王国の直轄領として併合された。15世紀から南イタリア有数の都市になり、1630年から貴重なバロック建築の建設が始まった。オスマン帝国による信仰を交わしたことで、16世紀初頭に 新たな城壁と城が神聖ローマ皇帝下ある五世によって築かれた。1656年、ペストがレッチェで大流行し、数百人の死者を出した。1943年、レッチェに配備されていた爆撃機がエーゲ海で孤立してしまったイタリア軍基地支援に回り、第二次世界大戦中ドイツ軍と戦った。レッチェには以下の分離集落がある。 柔らかく加工しやすいため彫刻に適したレッチェ石が市の主要な特産品である。その他にはセラミックスが生産されている。また農業地帯でもありオリーブ油とワインが生産される。レッチェから遠くない町村を含むサレント半島の一帯はグレチアサレンティーナと呼ばれグリコゴワ社人口が約2万人いる。サンタクローチェ。 聖堂園系闘技場聖堂広場外専門性、オロンソの園中さんマッテオ協会。ありがとうございます。